ははいいさんおはようございます時刻は9時30分を回りましたね嘘のような本当の「わ」ということで「わ」と驚くお話であったり沖縄の和「わ」になってね健康を目指していきましょうねということで、えー、今週もチャーガンジュー、えー、ド土井秀人と、えー、東京から7日 どっかく、くほ別の国からなのかえ今週は北条政宏さんえドクター水素ボトルの北条さんお迎えしていますおはようございますはい、おはようございます今週もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします はい皆さん、今週はまたね、先週に引き続き、ちょっと、うっそーんが出るんじゃないかというようなね、えー、ネタというか、日常というか、なんだか分かんないのきに、私もね、いろいろと聞かずに、もう番組の中で聞いてしまおうと、えー、計画しております。どうぞ30分、最後までお付き合いくださいませ。ねえー、番組でねあの、先週もお届けしました、モリンガのことであったりとか、 ねえー、ドクター水素ボトル、ね、水素ってなんなんみたいな、えー、もうどんどん、ねえー、局の方に、えー、電話していただいても結構です、ね、797-FM 技能 1.com、ね、メールでお尋ねいただいても助かりますということで皆さんがたった一つのテーマ健康を、ねえー、目指してということで、ね、今週も楽しく驚きのお話をお届けします。はい ということでねえ、補助マサイロさん、あのコンビニに挟んだ程度なので、もう番組でお聞きしたいんですけど、ドバイってあの私ね、ビルが高い、えー、あとなんかこうアラブ石油、えー、とフェラーリとか、なんかだいたいそんなイメージなんですけど、<の>どうでしたか？フェフェラーリは普通に走ってますね。<laughs> 普通にランボーラっぽい,い、ね。ランボルギーニも普通に走ってるし、<laughs> びっくりしたのはね、あのホテルに あのテスラ<あ>イーロン・マスクのテスラがバンバンつくんですよ <laughs> で普通にタクシー乗ってもテスラが来たりするんですよまああの北助さんの大高級ホテルだからい,いやいやまあでもね、まあ、普通のホテルに泊まらせてもらいましたけど、うん、結構ねあのいいお部屋だったんですけどいやテスラがねお迎えに来てるの見てビビりましたよ <laughs> 人生で乗れることがあるのかなと思ってたテスラはい、宜野湾エリア、えー、それから、えー、コザエリアでね、放送機の皆様、テスラってなんでしょうというところでの解説ですが、お車ですね、電気自動車ですね、電気自動車だそうです、はい、私も見たこともありませんが、そ,えー、でもそのうち全自動運転になるでしょうね、普通、<ー>普通に走ってます、それっぽいなんかコマーシャルはね、のそね沖縄でも見れると思うんですけど、はい、でも圧倒的に日本車が多いですね。 <え>日本車のものすごい人気です,ですトヨ,トヨ,タ,トヨタのレクサスがめちゃくちゃ人気です<ー>でもうレクサス…そうベンツかレクサスかタクシーなんかねベンツ、レクサスたまにヒュンダイの人もいるけどほとんど日本車ですねえタクシーがあれですかレクサスタクシーがタクシーがレクサスタクシーがレクサス声裏返っちゃいましよ <laughs> タクシーがレクサスですかそうなんですはぁ、あ いやびっくりしますよ <laughs> いやびっくりですし、まあ、なんとなく今、一生懸命イメージをこう沸かせようとはしておるんですけども、あのー、な,な,なんですか、やっぱりこう、えー、と石油大国、そうですねリッチな方収入がね、うん、どうでしょうねあの、最低で2000万ぐらいでしょ、レベルとしては、ドバイの人で、うん、年収が。うんうん <laughs> はい、日本人だったらね、もうほんの一握りでしょ、上場企業の役員クラスですよね。いや,いやいやいや、本当に、ね。それが向こうの人は最低賃金。<laughs> えー、ちょっとやってみましょうかね、せーの、うそ。 えっと、あと、ということは当然物、物価とか家賃とかなんていうかな、ホテルに勤めてる労働者が行くようなマーケットに行けば、日本円でほとんど変わらないです。ヤクルト売ってるの、びびりましたけどね、ヤクルト売ってるんですよ。は日本の価格に近いですね。そこはあんまり驚かないんですけど 最終日にちょっと小腹空いたからクロワッサンでもと思って買ったらど、どどこで買ったんですか？空港で。はい、えー。クロワッサン一個が三千五百円とかしましたよね。性能嘘ですね。三千五百円のクロワッサンってなんかこう金木だったりするわじゃないですか？ただチョコレートが塗ってあるだけ。<laughs> ええー。まあそんなのをね、顔色一つ変えずに。 食べてる人たちってことでしょうね。うーわー、そうか、そうか。<や> <laughs> だからね。あの向こうの衣装があるでしょう。うマツコデラックスの格好してるんですよ。みんな体型もマツコデラックスが多いですよ。<ー>もうポコーンとお腹が飛び出してプラプラ歩いてるんですよ。だから締め付けるものがないから<う>食べ放題なわけですよね。<laughs> だから本当にね、うちはあのねその向こうでもう同じことをやって,やってきたんですけど、指先のね血流を見,て見させてもらって、水素ボトルはい体、どんな風になってるか、水素吸ったらどんな風に変わるかっていうのをちょっと見てもらったりしてたんですけど、お医者さんなんかはね、血流変わった瞬間に、これ1台になるから、手っ取り早くていいんですけどね。はい 一般の人はびっくらこいた、はい、っつってすごすぎるみたいな自分のねその血流が速くなるのを見て、はい、だからね面白かったですけどねまあとにかくその一人一人の指先見てるとあのドロドロです違うドロドロ <laughs> もうおいしいもの食べまくってますっていう血管ですねだから、いい と糖尿もあれでしょうねだらけええだらけですね。エブリバディそんな感じですよ。みんなそうです。<いや S 1> 女性もみんなそう。<laughs> で逆にね面白かったのはあの血圧が高い傾向はないんですよ。<うん S 1> その温度が高いからでしょうね。<うん S 1> 日本だとわら例えば東北とか高血圧で倒れる人多いでしょう。あれ血管が細くなる寒さで血管細くなるから。うん 高血圧の兆候は見えてるんだけれども、はい、気温が高いからあ,のあんまりそれでひっくり返るとかそういうのはあんまりないみたいですね。ああ、そうか、ラジオ、沖縄さん、あのー、ドバイって、僕、大体あの辺ってわかるんですけど、緯、あ、度、のー、軽度、緯度、ブーツの格好をしてるあたりです,ねねそうですよね。 うん、まあギリシャの向かい川みたいなだからねあのお魚なんかはやっぱりねあの沖縄もちょっとカラフルなお魚多いですけどギリシャ辺りからいい魚が入ってくるんですよただねこのいいあのホテルに連れてってもらって食べたんですけど「ジカって書いてあるんですよ「うん、ジカ <laughs> これやばいんですよレストランのメニューを頼む分には、まあ、千円1皿3,0004,000千千円だからまあ<ー>まあええー、まあっていう感じなんですけど<ー>これね「このイカはね最高なんですよ」ってこう言ってくれたら「いいのあるんですよ」って言って「いいあじゃあそれ一つお願いします」って言ってででその後、いやエビもいいとこ入ってるんですよね」って言って氷の上にのっててう、ね、お、まあ、美味しいしそうに見えるわけですよ。 お願いをしてねじゃあこれもちょっと料理してよって,言って頼んだらね両方で5万円ですえええび1イカ一杯とエビ1匹でええ,えび1匹ですかそのえびはこう 1>,、はい、倒れ1メートルぐらいあるえび15センチぐらいのえび <laughs> <laughs> でかいわけでもないのにで伊勢えびもあるからこれはどうだって日本人伊勢えび好きだろって言われたんですけど<う>あまい、あ、いいいって言って断ったんですから、ね、頼んでたら大変なことになってましたね <laughs> <laughs> 伊勢エ,、ね、エビだけで10万円とか言われる可能性ありますね皆さん、嘘っのようなお話ばっかりで倒れそうになってますのでちょょっと一旦入りましょうね頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOO イースト株式会社電話番号033527 二一一はい、嘘のような本当のね私、土井秀人と、えーね、ドクター水素ボトルの北条正宏さん、お迎えしております、ドバイからという、ね、お土産話をいただいてますが、ね、あのそもそもなんですか健、健康フェスティバル、フェ,フェアみたいなものですよね。 フェスティバルその健康博っていう世界最大の日本からもいっぱい日本ブースなんかあるんですよでドイツなんかもすごい賑わってましたしね僕らはあの国籍は関係ないエリアに出てたんですけどねまあどうだろうな日本ではね水素いいのも当たり前体にいいの当たり前っていう会話になるんですけど向こうの人は全くそういうのがないからわからん何んでこれを吸うんだみたいな。 のの飲む水素がようやく入り始めたぐらいな感じああ飲む水素なんてもう全然話にならないから、うん、それから比べたらもうアメイジングですよっていう話をするんですけど、うん、全くイメージが湧かないっていうんですよ、うん、で、まあ、血流見せ,見せたらあの分かるっていう話になるんですけど、うん、だからそういう意味で日本の市場の8年前でしょうね感覚としては。 だかかからな、まあ、なんか懐しかしくなりました喋ってて、うん、とんでもないこと言い出すんで「水素って爆発しないんですか?」とかね <laughs> いやいやないからそれはないから <laughs> それはちなみによくねホテ、まあ、さんも日本全国津々浦々沖縄も大好きでよく来られていわゆる、まあ、あの水素の、ね、決してあの効能がどうということではなくあこういうことですねっていう、ね、ご説明ご案内をされてると思うんですが、あのー、同じようにあっ ですか例えばパワーポイント使ったりとかパワーポイントはあんまり使わなかった<あ>でもパワーポから切り出したデータは使いましたよでほぼ全部英訳<あ>してもらって通訳ついてもらって通訳さんも、えー、1に3人入ってくれてでそれぞれがお客様に対応していてでそのお客様に僕がこういうことが気になるっていうんだったら、うん、じゃあこんな吸い方でいいと思いますよみたいな、うん、そんな話を、ね、ずーっとしてた私がいないとブースが回らないので。 トイレ行くの大変なんです、うん、ずーっといらっしゃるからうわーすごいですねしかも4日間なんでね、えー、でっかいもの日本で言ったら幕張メッセのどうだろうな塩場やるんですかねとんでもなくでかい、えー、やっぱり世界一ですよ <laughs> 何をやるにしてもねあそこの国はじゃあもう本当日本からプラス世界中のそういったまあ体のケアっていうか 集まったとっいう感じですね。へえ<ー>、ね、これはでも、あれですね、ドバイの、そうなると、ドバイの方々のみならず、世界中の方々に届くようになっているかもしれませんからね、クエートでどうなんだとかね、インドでどうなんだとか、うんうん、俺が間に入るから、この国は任せろみたいなね、<laughs> いう人が出てくるし、まあ、いろいろです。ね いやいやいや素晴らしいあのー、これね私もまあラジオを機の皆さんもね何度かおしゃべりさせていただいてるんですけど本当につ、ね、らいつらいあの痛みが長引いてっていうような時にね「ドクター・セイソボトル」に出会ったりしましたのでこのやっぱりどなたかのところにそのタイミングで届いてくれればねあの決してその効能を歌うものではございませんし、ね、効果をあの示すものではないんですがあのあいいかもしれない。 ってね、思う方が世界中に増えていくというような,なんか予想が立ってきますが、ねあのー、先週も、ね、出ていただいて実はあの、志森さん今先ほどちょっとちらっと遊びに来てくださったので志森、ねあのー、さんもし ドバイベテランですから。ベテランですが、おはようございます。おはようございます。ドバイツーで知られる商事なので。で、いやいや、商事にとっての、あのね、えドドバイ、ドバイツー、ドバイ。ドバイですね。もう発音が違う。はい。しのさん、ど、どんなして、な、なぜ、なぜですか。なんか、お休みで。行かれてます。言葉。はい。はい。あのね、エミレーツ航空っていうので。 直行便があるんですよねねね、はい、日本から、ねはい、もう、ね、CA さんがね女優さんのような人たちなのなんかめちゃくちゃ綺れなのあれはうわさっていうかネット上でも出ておりますけどものすごい航空会社の評価も高いんですよねそう世界一です、ね、ランキング1位ほんと、ね、に綺麗なお人形さんみたいな顔したようなあの CA さんがサービスしてくれるんですよ<ー>めっちゃ楽しいですけどね <laughs> <laughs> ちょっとね行くのに時間かかりますよね <laughs> そうですね行きがね10どれぐらいだ1 2三3時間かかったと思うんですよあえの羽田から今そう羽田の第三ターミナルっていうとこから飛ぶんですけどチョコ便があるんですけどいやーでもねすごかったですねすごい圧倒されるとしか言いようがないですねビルもね8 0 0ー超えですから <laughs> 860何メーターだったかなで今1キロのビル作ってるんですよね、うん、もうちょっとしたらできるらしくて、ね、また世界一を自ら更新するというであの何だっけなその今860何メーターのビルにその映像が LED で投影されてるだからプロジェクションマッピングじゃないんですようん、うん、プロジェクションマッピングってどっかからこう映像をこう送って貼り付けるじゃないですかそうじゃなくてビル全体に LED がいっぱい仕込まれていて。 うんめちゃくちゃ綺麗にいろんな映像がぶわー、出るんです、うん、だから大型の液晶ビジョンみたいな、こんなところを、ね、見ながらご飯食べたりするんです素晴らしいドバイの模様を現地から生中継でお届けしてまいります <laughs> なんちゃってですけども、えー、ちょょっっと C M 行ってみましょう頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イ、e、ースト株式会社電話番号0335272211。 はい嘘のような本当の輪、ね、楽しくお届けしておりますけれども、いかがでしょうか、皆さん、ドバイです、ドバイ、ね、<laughs> すごいですね、縦に800メートルだ、1キロだっていうれもう、想像でする、スカイツリーに行ったとき、あれでもね、なんかこう遠くから見てると倒れそうなくらいの高さだったんですけど、すごいですね。ドバイモールっていうのが、<ー>向こうではね、一番人気のモールなんですよ。うん そうだからね、うん、あのこっちでいうとあそこあの沖縄市にあるライカムライカムの何倍でしょうね45倍ありますからね,ねはいそこを歩いてると、まあ、宝石もやっぱりね超一流なんですよ私かつて宝石業界だったんで、ね、<laughs> つい見ちゃうわけですけど <laughs>、はいはい、そしたらね,、えー、とねダイヤモンドをちりばめられたギターがあるんですよ、はい、3億円でした え、そそれがなんですか、ショッピングセンまさか売ってるんですか。ショッピングセンターで売ってるんですよ。それが。三億円のギターが三億のギターが。<laughs> う<わ>、まあ、触れないですけどね。触れないですけど、もう一番あの正面にバーンって飾ってあるんですよ。よ三億円って書いてあります。すやばいっす。いやなんかあの一般。 人がね私のなんかお庶民が行ってなんか楽しめないんじゃないかってぐらいなんかすごそうですよねでもなんかね別世界にいるみたいで面白いですよね。ああそっか、うん、<laughs> <laughs> 安い店選べばあのそんなね、うん、目が飛び出すほど高くない店もあるんでそういうところで食べながらそういうあのお買い物 かかをすするっていう感じですかねあのレクサスのタクシーに乗って行って何ならテスラ来るよみたいな。テスラ来るみたいなところに行って <laughs> あのそのレクサスのタクシーはレクサスだから高いんじゃなくてやっぱりもう高いんですよもうグレードがあるんですよ、うん、だからこのグレードでタクシー呼ぼうってなってるのであの GO こっちで言ったら GO とかねあのジジーとかあるじゃないですかあれがそのこのクラスの車が来たらいくらだよって基本料金がちょっと違うって へドバイは、ね、タクシーはちょっと安いんですよ<ー>、まあ、かなり移動するんでね車でほいほいだからまあまああ,あ,そ,うあそうなのみたいなそんな感じ値段はそんな高くないんですよで値段張り込むとそのベンツやレクサスがピヨッとくるんですね,ねびっくりこいたのはねそのレクサスに乗ってきたイ,イケメンのイタリア人、うん で運転したブルーのものすごいかっこいいもうどう見たって20万するなっていうスーツをビシーって着こなしてこれ、うん、でレクサスでピピーってきてどうぞって <laughs> かっこいいんですよ映画の世界、ね、映画ですもうまさに映画ですホ、うんね、本当にかっこいいからちょんってこうあのこうちょんまげみたいにして後ろでね結んでてイタリアだろっつったらその通りみたいなね 東京や沖縄でもちょっと人生に疲れたような方が運転しているようなイメージではないそうしすね。はい。無言で運転するとかないですねもう陽気に語りかけてきますからねイタリア語です方がイタリア語で語りかけてきましたねおもしいですね人種のるつぼですねだから本当にいろんな人います本当に真っ黒い人もいるし あの白人もいっぱいいるしロシア人もいるしもういろんなありとあらゆるヨーロッパの人たちも来るしアラブ系の人たちもいるしっていうことですごい勉強になるだから何とも思わなくなりましたねその4日間私は来る人の血流を見続けてたんですけど中にちょっと見づらい人もいたりするんですけど <laughs> さすがにー、ね、ルメッセージが何回もされてる東京ビッグサイトもされてると思うんですけど、はい <laughs> あれだけの規模で世界中の人っていうのは一気にいやーないですよね <laughs> でもうあの家族全員がドクターですとかね <laughs> そんな感じでおしゃれ <laughs> もう見たらもうつけてるものが超ブランドのハイセンスなお召し物だったりイヤリングだったり <laughs> すげえって感じです <laughs> <laughs> まあそういう方もねあのどういう方もあの目指すのは健康ですからねそうですね でも素晴らしいですね。あのう、いきね、志望者さん忘れてましたもん。あのドバイ通のドバイ通の下地さん。アリンガモリンガもあのかなりニーズがあるんじゃないですか。すね、次回はアリンガモリンガもね、多分出展されることになると思います。ついて行きたいです。ね、年一ぐらいやってそうですか。<laughs> 年一ですね。ね うん、あ、いいな、なんか。ドバイ、ドバイ、<laughs> その、おっしゃったエ,エ,ミ,エミレーツ航空、なん、なんですかね。あの、旅行会社パッケージみたいで、贅沢しなきゃ、行って帰って。二十万ぐらい。そんな感じですね。ね今、エミレーツ航空ね、あの、あれ、キャンペーンやってんですよね。だから、エコノミーであれば、あの、そんなもんです。ね、で、私ね、<う>ラッキーなことにね、帰りの便は。 三人掛けで誰も横にいなかったんですよ、だから横になって寝てましたか、ね、ら、ああフラットシートですみたいなああ、いいね、<laughs> ビジネスと同じような感じで寝てましたけどね、ちなみに、どうですか、僕、いろんなね、地方にお仕事で行かれる北条さんに、こんな聞き方するの初めてかもしれないですけど、住んでみたたいいと思いました長く住むところじゃないかもしれない。<laughs> <laughs> なんかこうリフレッシュしに行く、はい、こんなやつらいるんだみたいなね <laughs> そんな感じ住むのはやっぱ沖縄がいいでしょういいですかね沖縄も今ね,、まあ、ねだちょっと前になりますけど日本中大雪にね見舞われた時もあったと思うんですけどやっぱり寒いとこよりねでもドバイもちょっと暖かい、ね、暖かいですね,ですね暖かいというかあのそもそも暑い国で、ね、なんで50度とかいっちゃうんでね だから夏、うん、本当の夏に行っちゃうと、ね、50度だから表に出,、うん、出られないですよで、ちょうど僕が行ったタイミングは25度とかうん、うん、30度いかないタイミングになったのですごく過ごしやすかったですね、寒くもないし10 12、13度から25度から沖縄の感じと似てますよね。 なるほどですね沖縄もちなみに、ね、あのさっき、補助さんレポート、ね、リスナーの皆さんあの聞いてられたかと思うんですけど沖縄も結構、ちょっとぷくっとした方多い僕、印象は自分もそらっちゃってた言っとてなんですけどあの多い印象なんですけどマスコデラックスバレの人がいっぱいいっぱいいますね。 <laughs> 埋め尽くしてますね、もう言ったら、だってこう、して飲んで食べて、<laughs> いやだってあれだけ美味しいもの目の前に出されたら食っちゃうでしょうね、やのお金あるわけだから、先,ねね、先週の下野さんのように、こうね、血糖値あの、糖尿のようになっちゃったりとか、<laughs> もうだから、ドロドロになってますよ、<laughs> 間違いなく糖尿だなって感じですね。<laughs> 糖尿がひょっとしたらいい感じにね抗健康体に戻っていくかもしれないしねあのドクター水素ウォトルねうーんつしてあげたいなと思いましたよそうですねうーんだからあのうれしそうにこうしゃ、こうしゃしゃっと歩いてる感じが実はすごく大病患ってるかもしれませんからねそうですねほんと医者だって割には血流めちゃくちゃ悪かって、あなた健康管理やってます 意外とそこは東大元くらいでね。<laughs> そ,そうそう、医者はね武勇 <laughs> 場の人が多いんで、<ー>意外と医者やってないんですよ。 蛇相、ね、ーカーいたりっていいますからね、<laughs> であの患者さんにはこうあれこれ、ご指導で、ね、仰ぎながらってありますけども、ドクター・ね、毒水素ボトルもね、あのー、モリンガにしましても、やっぱりそういったあの、ね、効能を歌ったりね、あの効き目がどうということでは全くございませんですけれども、やはりそういったあの方々を僕、今、想像の世界で喋ってるんですが、ね、そういう方々に対して、やっぱり、あ健康になってほしいな。 健康だといいいいははずっっていうのはやっぱりすすごく思いますよ、ね、うん、このドクター水素ボトルがねやっぱりなんか今回ね本庄さんのお土産話であの本当に嘘みたいなお話ばっかりではありながらなんか一番やっぱり刺さるのはねそういったちょっと健康を目指さなきゃいけない人たちが。 多いんじゃないかなっていうところですよ、ね、そうですねビジネスとしてはターゲットとして録音して帰ってきましたねすまいね本当にねはいそんなそこう,どうここすごく行ってみたいしこうあのモリンはもうちょっと楽しみみたいなって今回ね、あのゲストさんのお話で思った次第でございます えまたあの次回もねそういう楽しいお話とと,ともにえ皆さんが健康を気になっていらっしゃる方々に対してお届けできる内容にできたらなと思ってます。ね、えあのぜひね、えっと、ドバイのことは、まあ、さておきではあるんですけどもちょっとその健康ってなんてだろうなとか ねえー、水,素水素ボトルそれ水のどうすのとかちょっとでも、ね、気になった方はメールアドレスに行、えー、っときましょうね 797-FM ギノワンドットコムもしくは FM ギノワン ねえー、お電話いいたただけたらと思います、はい、毎週のように、ねえー、説明会というかあの健康体験会みたいな形をやってたりもします情報をお届けしたいと思いますのでぜひお問い合わせをお願いいたします。ね いや、本庄さんもあの下地さんも今週もありがとうございました。本当にあのいろんな体験談、お体もありますけれどもまたぜひ、ね、貴重なお話、えー、ご体験をお聞かせいただけたら嬉しいなと思っています。はい、今週も嘘のような本当の輪をお届けしました土井秀人と北条政宏さん、下地さんです。ありがとうございました